ちょ、光がね、光がすごいんよ。近い。もう消えかかる、消えかかる。新しい家にいます。自分の部屋でも全然もう本当に片付かなくてやばいです。もうね、荷物がね 光がやばい。そう、まだ全然ですね、収納が足りない。圧倒的にシンクに、ああもうやばいね。段 ボール、もうだし、本当に散らばってます。もうボボボボボ、なんか iPad がね、 iPad を段ボールにしまったんですけど、見つけられなくて 携帯から配信してる。どこ行ったんだろう、どこの段ボールにしまったんだろうって思って。夕焼けっぽい。おめでとう、ありがとうございます。いや、断捨離ね、したんだけどね、実際引っ越したらね、やばい。寝れるところはちゃんとあります。でも、ちょっと、もうちょっと断捨離すればよかったなって思うぐらい、ちょっと荷物が多かったですね。違う、こんな感じ。なんかもう見せようかなって思ったけど、見せられないくらい汚いんですよ。めっちゃ散らかってる。出すだけ出したけど、みんなの部屋ってどうなってんのって思うぐらい、私もう分かんないや、もう部屋の感じが。ベッドじゃないです。ベッドはね、なくなったんですよ。クローゼットあるけどね、あんまりいろいろと今日なんかすごく私と荷物が多すぎてやばかったです。床でも私床好きなんですよね。フローリング?畳じゃないです、フローリング。なんかまだカーテンとかも全然買ってなくて、なんかこれから多分部屋をね、可愛く飾り付けしていきたいなっていうところなんですけど、それよりもまだ まだまだ髪切った、切ってないよ。でもお風呂入ってもう寝る状態にいる。もうさっぱり、綺麗さっぱりです。ぬいぐるみたちを全員持ってきたので布団に飾ります。計画、なんか難しい、部屋のこう間取りとかさ、なんていう、間取りっていうか、なんかここに何を置こうとかさ、なんかできんタイプなんよ。そう、それでね、昨日はね、夜な夜なミサンガをまた作りました。紹介しよう 作ったんよ。じゃん。ああ、じゃん。これは題名みかん オレンジと緑で V 字編みをしました。みかん、結構長い、ほら長いやつ作りました。これはみかんです。で、次作ったの
これはサイリウムカラーでオレンジとピンクで、これはね、なんか編み方をちょっと変えました。全然1個だけ違う編み方をしました。ねじり編みだったっけなっていう編み方です。サイリウムです。サイリウムカラーオレンジピンク 誰の手に届くのか。なんかさ、全部なんか色合いを変えてるんですよ。なんで、そう、これはね、ちょっと待って、めっちゃ光反射して見えんわ。じゃん、これはミントグリーンと桃色で、メルヘンなミサンガ かわいい、メルヘンカラーです。昨日ね、3本は編みました。なので今8本できました。うまい、ありがとう。じゃーん、全部こう色合いとか組み合わせを変えたので、あと柄もね、ほぼ全部違うので、誰の元へ行くのでしょうか8本、あとね2本作ります。なんかショールームで見てたやつだってなるかな、届いたら。そうなったらいいですな あと2本できたら見せます。頑張りました。ツイートした？お、皆さんぜひツイートしてくださいね。なんかやってるうちに法則が分かり始めて、あ、次がこうなのか、なるほど、次がこうなのかみたいなのが分かり始めました。なんかやっと分かった、8本目ぐらいにして あ、なるほどねみたいな、こういう規則なんだなみたいな。違う編み方、そう、柄をいろいろ変えてます。ちょっとプロになってるかもしれん。ありがとうございます。輝かってる。なんかね、すごい黄色、照明が黄色いのかな。電気、電気、電気。あ、くしゃみ出そう。くしゃみが出そうだった。電気です。紹介します。電気です。あちらに見えますのは電気です。紹介します。あれはスイッチです。巷で人気のスイッチ。ロフト、お、正解。正解です。私は今ロフトの上にいます。転げ落ちないか心配です 転げたらどうしよう 怖い なので、マジで部屋はもう足の踏み場がないけど、今はロフトに避難してるから大丈夫。ただね、布団ね、今ね、全部ね、シーツとかも全部洗濯中なんでね、
なんか布団も質素な感じなんですよね。柵あるよ。だから一回上がったらさ、もうさ降りるのがさ、なんかめんどくさくて降りれないんですよ。寝起き、そうそうそう、寝起きがね、危ない。いや、怖くてとかじゃないんですけど、全然なんかずっとプールの監視員みたいにこうずっとこう上から眺めてます。 もうずっと階段のところから。ちょっと降りれません。プールの監視員配信ができそうです。何も監視してない。いつ頃片付きそう。でもね、なんか落ち着かんけ早片付けたいんよ。やけどちょっと今日は遅いので明日片付けようかなって思います。監視しますよ。みんながプールに来たせいで。ちょっと今日コインランドリー行ったんですけど、なんかコインランドリーって普段あんま行かないんですけど、布団をね、洗濯しにコインランドリー行ったんですよ。そしたらもうめちゃくちゃふかふかの、なんかあったかい、なんかいい匂いな感じの布団に仕上がって、すごい、コインランドリーってすごいなって思って、ちょっと通いたくなりました。コインランドリーっていいよね。なんか洗剤とか何もいらないのにもうふっかふかにしてくれる。すごい、なかなか行かないんですよ、コインランドリー。なんか行くってなったらホテルとかでちょっと使うみたいな時はあるんですけど。あ、いいね、とお団子ありがとうございます。コイラン大好き。コイランって略すの？コインランドリー。コイラン、私もコイラン大好きです。ですよ、本当に。800円くらい、でも結構大きかったら高いかもしれない、割と。早口言葉可愛かった？なんか早口言葉ね、取るって言われた時にね、早口言葉取りますって言われたんですけど、なんか1回しか取ってくれなくて、 なんか失敗しても最後まで言い続けてくださいって言われて、テイクワンしかダメって言われて、えー、みたいな、もう一発、本番は1回ですって言われて、もうなんか 私本番に弱いんですよ。なんでなんかめっちゃ噛んで、これは取り直しできるかなって思ったら「はい、ありがとう」って言われて、えみたいな。そう、1回だけでした。ちょっとあれはまずかったですね。よかった、ワンちゃん。そう、ワンチャンス。うま、ありがとう。
お、ハートありがとうございます。成功した。え、メンバーみんな撮ってるからな。50分ありがとう。ちょっと聞いてほしい。私こっちの親知らずはもう抜いてるんですけど、こっちの下の親知らず抜いてなくて、抜かないといけないんですよ。で、なんか歯医者さんで抜いてくださいって結構前に言われてて、でも時間がある時にね、抜いてくださいって言われたんですけど、で、ね、いつでもいいよって言われて、で、なんかこっちはもうすごい生えてて抜きやすかったので、もうパッて抜いたんですよ。でもこっちは埋まってるっていうか、半分ぐらいちょっと埋まってて、で、抜いてなかったんですよね、ずっと。もう本当にずっと抜いてなくて、そしたらなんかもう2日前ぐらいから、なんか、なんていうのかな、違和感みたいなのがあって、すごい歯がゆいっていうか、歯だけになんかむずがゆいっていうか、埋まってたやつなんか生えてきたのかな、すごい、すごい、なんかね、親知らずがね、なんか痛いとかっていうよりか、なんか、なんかむずがゆいみたいな、なんかちょっとかゆいみたいな、なんか生えてきたんだろうなと思って、成長そうしてるんです。急にね、急に、すごい気になる。歯医者に行きたいけどな。ダジャレが多い？歯がゆいんですよ。そう。いや、言おうと思って言ってないんだけど。もう恐怖なんでね、親知らず抜くの。本当にこっち抜く時めっちゃ怖かったです。なんかでもすごい早くて、抜くのがもスポーンみたいな、なんかまっすぐ生えてたから、もうこっちはちょっと埋まってるので、ほんの少しちょっとまずいかもしれません。腫れそうね、片方だけこう。勇気がなくていけません。下の歯は腫れやすい、そう。なんかすごいんですよ、本当に工具みたいな。のが出てきて、なんか普段歯医者で見ないようなものが出てきて なんかギコギコみたいな、ガガガガギコギコガガガガポーンみたいな すごい、もうゾワゾワする。できることならイヤホンしておきたいです。イヤホンして音をガンガンに聞きながら、歌をなんか聞きながら抜きたい。お疲れ、ありがとうございます。あ、おられだよ。よかった。もう嫌だ。でもすごく違和感があって。ビジネス情報ありがとうございます。手をありがとうございます。予約はいつなの？矯正の歯医者のとこと親知らずの歯医者のとこ違うとこ行ってるんですよね。なんか矯正の歯医者さんは、なんか「抜いてきてください」って言われて、別のとこで抜いてます。そう、なんか親知らず抜けるところとかちょっと限られてるのかな。私が行ってるとこは矯正専用のとこだったので、じゃあなんか矯正の歯医者さんが「ここでは抜けないので抜いてきてください」って、
歯医者違う、え、そうだよ、うん、ありがとうございます。56番にありがとうございます。すいません、すいません。明日はちゃんと化粧をします、約束します。いやね、今日は化粧は全然、最近しない日多いんですよね。で、明日はします。今はこう頑張って光漏れを狙います。あ、誕生日呼びます。茶髪に見える、え、見て、茶髪に見えるわ、黒よ。超黒。13位、あやたかさん、ロフトマイキュー輝いてました、ありがとう。ロフトマイキュー、ちょっと下で配信できるように頑張ります。12位、たかさん、マイキューすこおやすみ、ありがとう、おやすみ。11位、寝てるさん、キラキラマイキューかわいい、お、光漏れです。10位、周平さん、引っ越しお疲れ様、ありがとう、お疲れ。9位、てつきゅうさん、今日は天使みたい、よね、光すごい、ありがとうございます。8位、鉄宮さん、ん、マイキューのショールーム歴2年後、おお、ありがとうございます、すごい、ありがとう。7位、ハクビシンさん、おお、ありがとうございます。ハクビシンさんはあれですね、タヌキの仲間ですね。6位は妹太郎さん、いつかお会いする日が来ます、見に来てください。5位が熊吉さん、引っ越しおめ、ありがとう、片付け頑張って、頑張ります。4位、ゆず吉さん、ありがとうございます。3位、まつさん、家具の配置決める楽しいよね、いや、本当に決まらない、優柔なんだから。2位がりょんきゅうさん、引っ越しお疲れ様、ありがとうございます、頑張ります。第1位はズズズズズズン、しんじさんでした、引っ越しお疲れ様、かわいいです、最初ありがとう、ああ、ありがとうございます、お疲れ様です。皆さんも今日一日、今日日曜日だったんですね。2段目以降の皆さん、配信を見てくださった皆さん、ありがとうございました。お、おやすみで、お疲れ様、親っぽみ、また明日、バイバイ、ゆっくり休んでね、おやすみ。